きチャンネル。こんにちは。さあ、崖っぷち選手、今日は DeNA ということでね、はい、うん、まあ、DeNA、今年ギリギリやな。そうですね。A クラス、うん、残れるんかな、残れんのかな。現時点だと今、上と 3.5 ぐらい。うん、まあ、ギリギリやな。まだ、まあ、まだワンチャンあるかもしれないけども、うん、どうなんやろな。なんか、うん、もう精一杯の戦いしてるよな、うん、正直。でも、打つからね。はい。うん、まあ、打線はいいですからね。うん、まあ、そういった意味で、はい、崖っぷち選手、はい、ね、DeNA、うん、大園。おお。でも今なんか一軍の練習に帯同してるらしいから、はい、ちょっと先発頭が通らんもんな。うん、石田雄太郎もちょっとやられちゃったしね。うん、だからジャクソン、ケイ、うん、で東、うん、大貫、うん、でそこからまあ石田が投げてたり、平が怪我しちゃったんだよね。そうですね。だからちょっと頭数いないんだよね。うん、先発のね、そういった意味で、まあ、このね、小園が一軍で投げるかもわかんないけども、うん、ね、いや、出てきてほしいですよね。うん、今年3年目、まあ、5年ルールがあるからね、はい、もう修行か。でもちょっともう忘れてきてるような、そう、入団してきた時のこの、はい、一番いいんちゃうかって言われてきたからな、ね、だから、まあ、俺らの勝手な期待感だけだけど、うん、もっと早く上がってくるんかなと思ったけど、どうなんやろうね、うん、こう。でも高校生でも投げるやついるからな、うん、日本ハムの育成から来て柳川とかな、はい、だってその宮城投手とかも高卒2年目ぐらいから出てきてますよね。だからそういった意味ではもうちょっと早く、体格もいいしな、うん、まあでも、まあ、まだこっからか、まだ今年じゃなかったな。まあでも確かに存在を忘れられちゃうがけって言ってたような気がする。そう、うん、だからまあもう忘れられてるけど、はい、でも先発ってなったら、うん、プロ野球ニュースの最後の明日の注目はやっぱり DeNA の小園でしょうってなるやん。なります、なります多分ね、はい、だからまあまだまだ、うん、だからまあもうちょっとだね、はい、崖大将からはもう除去だね。逆に言うと図られるポジションまで来てないね、うん、大げさに言うとね。まあまあ早く見たいっていうのもあるけどね、うん、まあまあ継続中だね、はい、で続いて山崎康明、はい、まだだって31歳やで、今年32歳、はい、どう、もうなんかね、どうなんだろうね、うん、西武、あと19で名球会やで。そうですね、19やで、はい、でも森原が後ろやったりね、昨日もウェンデルケン、山崎康明、森原、うん、全員で6失点してたからな。そうなんです。な、昨日は7回投げてましたもんね、確かね。うん、なんか、うん、いい時と悪い時のが激しいよな。なんかいいのか悪いのか分からんやな。でもまあイニングな、試合数は投げてくれるから ね、 そうね、怪我もすることなく、はい、ね、入団してから40試合切ったこと1回もないからね、登板数で言えばね、うん、だってもう540試合投げてるわけじゃん、うん、そういった意味ではもう鉄腕だよね、はい、いい形でね、うん、でももうやっぱりここまで来たら250セーブいきたいよな。しかもまだ32やろ今年で、はい、いけるやんな。全然いきますよそれは、ね、うん、でもここ9回投げないといけないからね。そうですね、そういった意味では、うん、迷宮改革やな。確かに。だ、抑えの場を何としても死守、ね、していく。だって19やからな、はい、だって1年間守護神でやったら、うん、オールスター前後にはクリアできる数字だからね、うん、はい、迷宮改革やな。そうですね、うん、まあでも行ってほしいよね、ここまで頑張ったんだったらね、うん、250セーブね、行ってほしい、うん、で続いて、はい、森優衣と、まあしぶとく頑張ってるけどね、はい、でも森も、まあ、早生まれだから今年33歳になる年、うん、ね、11年目、はい、まあ、高校から社会人、うん、まあ先発したりリリーフしたり便利屋的な存在やな、うん、まあ、チャンスはあったけどね、はい、まあ、なかなか難しかったね、うん、そういった意味では。だからもうオールラウンダーでピンチの時に森優衣とアリみたいな存在でいろんなことやって1、はい、2軍行ったり来たりするかもしれないけど、うん、まあ、それでシフトチェンジしていくしかないね、うん、正直ね、それがまあ生きる道だね、うん、だからもう広島でいうと野村祐介みたいなね、うん、感じで、だからそこで結果出さなきゃいけないんだよね、うん、投げた試合ではね、中10日ぐらいになるけどもみたいなね、うん、だから全体的に1ヶ月1、2回しか投げないからね。で前回、8月12日広島戦2回3分の1で4失点、こうなるとダメなんだよ ね、 正直。だから5回2、3失点、うん、まあまあ9大点だねぐらいのね、はい、うん、感じに持っていかなきゃいけないから、うん、
今年1軍で3先発した、だからあの阪神戦みたいにね、5回3分の2失点ぐらいで収まればね、うん、そのお助けマン的にいけるんだけど、だから正念場だね、はい、この終盤に向けても、だからこのシーズン終盤に向けていい形で来季に向けて見せていかないと、うん、ちょっと苦しいかもわかんないね、うんうん、で続いて浜口、はい、いいんだけどね、いい、あのもういいんだか悪いのかがわかんないあのいいんだけどね、いいピッチングもするけどね、でも今年はあの1軍で、まあ、2.89、 2軍では 1.52 でしょ、はい、うん、いいですね、うん、で前回が8月6日中日戦、はい、でもそれまで良かったんだけどね、ずっとね 1,2 失点ぐらいで、まあ、フォアボールも出しながらみたいなところあるけど、7月15日も完投だからね、はい、あれなんか数年ぶりだよね、完投ね、しかもあの自責はゼロなんで、まあ、約完封みたいなね、うんうん、でもこのね、その後の広島戦、中日戦と、うん、ね、そうですね、まあ、ミスもあったからね、自責は少ないんだけどもね、うん、まあでも先発いない状況でやっぱり一軍でしっかり投げていかないといけないよね、うん、コロナ禍では、まあ安定感欲しいけど、まあ高望みできんよな、うん、でも崖っぷち感は今そんなにないですか、全くないね、うん、正直ねまあまあいい感じ見せれてるよね、はい、だからそれはちょっとこの山と谷がね深すぎるんだよもうちょっとね、谷を浅くしたいよね、なるほど、うん、深すぎるから、これもね、はい、山崎朝也君と悪いイメージがつきすぎてるんだね、あーやっぱり浜口みたいなね、そんなんじゃないんだけど、なんかやっぱり山口みたいな、やっぱり朝也みたいなのがちょっとダークイメージがつきすぎてて、ちょっともったいないよね、だからこの2人とも谷が深いね、はい、谷浅くね、することでもうちょっと安心感欲しいよね、だからベイスターズファンの人はちょっと安心感欲しいんじゃない、うん、浜口と、いいから分かんないですよ彼ら、うん、投げてみないとね、安定感、うん、だからあの、はい、もうちょっとあの住宅に耐震ちゃんとやってほしい、はい、ちょ揺れすぎ安定感のある、ね、安定感欲しい、はい、ね、で野手、はい、もうな林柴田おまあショートね、はい、だからまああの京田も来て、うん、ね、森も若手、井出山ともいて、まあここでねどうなるのかっていうところで、うん、結局埋まらんな、ショートが、うん、DeNA も、うん、ショート型発動中、でも林選手今結構いい感じじゃないですか、そういい感じだけども、うん、トータルで言うと1割7分4厘だから、あ、そっか、 1割台だから、この結局、うん、柴田も林もそうだけど波が激しいんだよ、うん、だから使ってみたら2安打とか打っておおってなるけど、はい、ノーヒットノーヒットみたいに続いて、この毎日1安打がない、うんうん、いい時だけ目立つから、うん、その間の悪いところが報道されてないから、うん、牧とかだと打てなくなっても報道されるけど、はい、林ぐらいとかだったら打てなくなったら報道されないじゃん、うん、で打ったとこばっかりキャッチになってね、はい、でもう波激しいみたいな感じになるから、うん、これお前でも DeNA ドラフトピッチャーやろ、いやーさあ先発いかなあかんとねえ、さすがに野手いかへんやろ、そういかそうじゃないですか、ね、だからそう考えると、うん、DeNA のショートだけだからね、うん、もうガラ空きなの、そうっす、だからなんとか頑張んないとね、正直いきなりビッグウェーブ来たら全員負けるから、ね、うん、全員お助けマン競争になるよね、うん、まだ林選手も2年目ですか、今年、そうだね、うん、まあ、ここら辺でね、はい、まあ、しっかりバッティングね、なんとかね、はい、だからもう小技利かしてるんだよね、うん、2割5分くらい打ちたよね、うん、打てなくてもね、うん、そうですね、まあ、掴んでほしいですね、うん、で、まあ、柴田もだから同じ感じだよね、はい、うん、で勝俣、はい、ね、なんか怪我しててやっと復活してきてね、はい、2軍でね、今2軍で試合出てるんですもんね、うん、6年目、うん、24歳、はい、でも外野やろ、うん、ちょっと空きがないんですよ、そうですね、ああもう今梶原外せないからね、で佐野でしょ、うん、でもう筒香も帰ってきたしね、はい、でセンターに桑原入ったりとか、はい、まあ、そこにも関根もいて、で渡来も来て、うん、渡来選手2軍でめちゃくちゃ打ってますしね、あ枠がないんだよ、ないですね外野はちょっと、いきなりちょっと外野が激戦区になったな、うん、渡来選手ですら今ね出れてないわけだから、うん、でも一軍来たら中途半端になんねん、渡来は結局高校生見られて終わんねん、で当てるの前からあと振っちゃうね、うん、守備で戦えると、うん、ルーキーだからルーキーだからまだ、ね、言われるし、うん、あ叩かれすぎやろ、叩かれすぎ、いやまあもうやっぱ存在が目立つってことだからでもね、ユーミンだもん、
まあ、というところでね、はい、まあ、ちょっと勝俣も頑張れてるはいるけどね、うん、うん、まあ、勝負の年だったけども、はい、今後情勢どうなるかだね、外野がね、うん、DeNA もちょっと外野が崖っぷちになっていくかも分かんないね、うん、今後ね、うん、だからそれこそ楠本とかも危ないんじゃんね、危ないそうにしてる人はいいからな、神里も大ピンチやな、うん、第5個ぐらいついとんじゃん、大ピンチこれはね、うん、太田も、まあ、太田なんてもう自由契約にした方がどっか拾ってくれるかもしれないよね、いいやしね、うん、正直ね、うん、あの現役ドラフトとかじゃなくてもう戦力外にしてあげた方がね、はい、ひょっとしたら違うところでワンチャンあるかもわかんないから、うん、まあ、自由契約してあげた方がいいかもわかんないね、トレードとかなんとかよりもね、正直ね、うん、あとフォードはなんで取ってきたんやっていうね、どうしたらね、思わへん。あ、フォードね、うん。ファーストしか守れない2番って言ったし。いらんやん。俺も来た時から思ってて。みんな思ってますよ。なんでピッチャーちゃうねんと。いや、それ俺ピッチャーちゃうねんっていうやつはちょっと横浜のことが分かってないよ。そうですか。だって、ケイでジャクソン、ウェンデルケン。は入れんでしょ、うん、その時ウェンデルケン怪我人やったんですよ、でもウィックがいたよってなった時にピッチャー取ってきても枠の問題で入れれんやろ、だって抹消させてもいいですか、ん、いや抹消させなきゃいけないから抹消させれんくない、ケイとジャクソン、ケイ、ジャクソン、ウェンデルケンはまあ普通に行ったら入るわけやん、うん、だピッチャー4人できんやん、はい、だから取ってきても無理やん、正直だからもう無理やね、だから外国人取ってくるとこないね、取ってくるとしたらもうショートやな。あのもうモンテス、そうモンテスとか、うん、ドラゴンズのカリステ、カリステよとかをだって今のだって余ってるとこショートしかなくない。野手ね。うん。さ、バウアー来てくれるんだって話変わるで。はい。でも来てくれへんやん。うん。だったらもうピッチャーも枠の問題があるから無理やと思うんだよね。正直ね。フォードはフォードね。いらんかったと思う。うん。正直。全盛期のブラゼルね。いやもうブラゼル、タイロン・ウッズ、バースはもうおらんで、もうずっと探し続けてもおらへんで、巨人はシャネルでしょ、ここシャネルで、 DeNA がフォードで車でしょ、うん、もう盛り上がってたんですけどね、ファームから、うん、じゃ次フェラーリぐらい、フェラーリフェラーリあるからね、名前ね、うん、あとまあベンツちゃう、ベッツみたいな、ベッツみたいな、ベンツみたいな、ランボルギーニじゃないですか、ランボルギーニ聞いたことないな、もうそれだったらホンダでいいや、確かにホンダトヨタでいいや、うん、世界のトヨタ、うん、ホンダも結構いますからね、うん、ホンダね、うん、ホンダトヨタでいいや、うん、トヨタ鈴木ね、はい、松田、うん、いますからね、いや、うん、いる日野ね、日野、うん、日野トラックやけどトラックでかいよ、パワーあるからね、そうですね、うん、もう何の話しとんねん、本当ですね、うん、あでメルセデス、ベンツメルセデスやない、メルセデス、おメルセデスいるで、うん、CC、はい、でも C クラスや、 C クラス、あ S クラスが欲しい、 S ならな、 C クラスや、いや C クラスでもいいねんで、いいですか、これはいいんですよ、メルセデスベンツが最高ですから、いいですか、まあということで、はい、私